ちょっと先が更に楽しみになってきますもんね。そうですね、はい、6-0。さあ6対6で第3ゲームは始まります。画面上奥の水色と赤のユニフォームが木下アビエル神奈川です。サービスは黄色のユニフォーム日本生命レッドエレフ皆川、ネットにかけましてポイントはまず木下アビエル神奈川です。最初の2本大事ですよね。これそうですね、今チキータ行くと見せかけてからのストップ、あの相手の逆をついて非常に良かったと思います、はい、皆川サービス2本目、このサービスは大事になってきます。オーバーしていきました。木下アビエル神奈川ポイント8対6です。2点リードでサービス権を今度は木下アビエル神奈川の2人が持ちます。そうですね、サービスが今台から出たところを見逃さずにあのドライブで攻めたところ素晴らしいと思います、はい、木原のサービスです。ネット越えていきません。ポイントは今度は日本生命レッドエルフです。次のこの木原のサービスも大事になってきます。日本生命レッドエルフとしてはこのレシーブを追いつきたいところです。オーバーしました。日本生命レッドエルフ追いつきました。共にレシーブでポイントしています。8対8。ここでタイムアウト、木下アビエル神奈川がタイムアウトを取りました。木原選手の巻き込みサーブに対して、1ゲーム目はラインの中にストップ小さく止めて相手の攻撃を防ごうとしてたんですけど、はい、2ゲーム目以降はあの長くくっついて、相手にあえて打たせてそれを、はい、あの上から狙い打つと、そういう戦術がうまくはまっていると思います、はい。木下アビエル神奈川としのこの2人としてはこの後どういう形をしていくとやっぱり勝利に近づくと思われますか。そうですね、まあ、右左の2人ともパワーのある選手なので大きな展開に持ち込むところまで、はいはい、そこまでの台の中のことをしっかりやっていけばいいんじゃないかなと思います、はい。さあ非常に大きな声援がこの山口リフレッシュパーク内飛んでいます。もう木下アビエル神奈川ホーム、まあ、石川霞ホームと言ってもいいんですけれども、本当に青一色というスタジアム内となっております。僕が今まで見た中で、はい、あの一番盛り上がってます。ああ、そうですか。あ、はい、大変な盛り上がりの中で今日はゲームが行われております山口リフレッシュパーク、野島 T リーグ2019-2020シーズン女子のゲームです。木下アビエル神奈川対日本生命レッドエルフ、石川霞が所属する木下アビエル神奈川の試合です。さあ今度は湯門湯のサービスです。日本生命レッドエルフ1本目、ネット越えません。ここでサービスでポイントしました日本生命レッドエルフです。9対8。サービスミスが出てしまいました。9対9です。ちょっとこれ痛いですね。そうですね、もったいないですね、もったいないですね今のね。でもちょっと卓球台の横に出して、まあ、チキータを封じる、はい、だったんですね、はい、そういう考えだったんじゃないですかね、はい。長崎のサービスです。1本目です。オーバーしていきました。木下アビエル神奈川2人がマッチポイントです。さあ長崎美優一気に決めることができるでしょうか。うん、しかしここは皆川が見事なショット決めていきまして10対10です。この後はデュースになります。すごいですね、思い切って、ね、はいはい、初出場とは思えないような、そうですね、はい、思い切ったプレーでした。さあその皆川のサービスになります。
この皆川サービス2本、まず1本目です。失礼しました、1本ずつになります。ここからは交互で1本ずつということになります。10対10、デュースになった後はサービスが1本ずつに変わります。皆川サービスです。いや、長崎今思って打ってきましたね。そうですね、このセットルデュースで、しっかり振り切れるところ、はいはい、さすがです。さすがですね。さあ今度は木原のサービスになります。マッチポイントは木下アビエル神奈川です。オーバーしました。木原うまく今思い切って打っていたんですけども、皆川がうまく対応していました。そうですね、木原選手もこの試合初めて巻き込みサーブ以外のサーブを出しましたね。はい、今度はユモンユのサービスになります。11対11です。ネット越えません。ポイントは木下アビエル神奈川です。デュースになってからはレシーブでそれぞれポイントを上げているという流れになっています。今度は長崎のサービスです。木原がギリギリのところで決めていきました。第3ゲーム13対11、ゲームカウントは2対1で長崎木原のこの木下アビエル神奈川の2人が取りまして、第1マッチは木下アビエル神奈川が勝利しました。まずは第1マッチダブルス、木下アビエル神奈川木原長崎組対ユモンユ皆川以下の日本生命レッドエルフの試合でした。まあ、この試合木原長崎組が割と硬かったんですけれども、まあ、最終的には取るという試合だったんですけどね。そうですね、あまりちょっと調子良くないのかなと思いながら、はい、ユモンユ選手も本当にうまく